リュウです。いきなりですが、僕はワーキングホリデーという言葉をつい6ヶ月前に知ったのですが、ということで今回はワーキングホリデーがすんげーっていう話をしようと思います。ワーキングホリデー、通称ワーホリとは、日本と協定国の異文化交流の促進のために生まれた海外で長期滞在できる制度のことで、滞在期間中は観光、就学、就労が許可されています。留学前の僕はワーキングホリデーと聞いて、海外で働くやつとしか答えられないクソムチ野郎だったんですが、実際に現地でいろんな方と会う機会がありまして、お話を聞くと、とにかくめちゃくちゃすんげーんです。僕が出会ったすんげー人たちをざっくり紹介すると、ゼロから契約を勝ち取ったプロサッカー選手、車でオーストラリア一周の旅を完遂したクレイジーな夫婦、日本でカフェを開くという夢に向かうプロバリスタ、ストリートアートの聖地メルボルンで壮大な絵を描く凄腕アーティスト、バリッバリの日本語スペイン語通訳で英語を極めに来た未来の三言語通訳者、うどん屋さんで王子の心をわしづかみにしたミスターうどニスト、こんな感じで現地で働きながら自分の夢や目標に向かって突き進んでる方が多くいらっしゃって、とにかく凄すぎてもう開いた口が塞がるんですけど、そんなこんなでいろんな人から刺激を受け、もっと頑張らねばと思っている僕なのですが、つい先日悲しい出来事がありまして、僕がカフェで勉強していた時、隣に座っていた日本人の方々が、ワーホリって逃げだよね、海外に遊びに行ってるだけじゃねって話をしているのがパッと耳に入ってきまして、その流れでバカホリという言葉が聞こえていました。バカホリとは何ぞやと思い調べてみると、どうやらワーホリで海外に行く方を揶揄する言葉とのこと。それを知って僕はすごく胸が痛くなったんです。というのも、先ほど紹介したようなすんげー人たちがいるのもそうだし、ワーホリできた方の中には日本で働いてた会社を辞めてきた方もいらっしゃるんですよね。僕が言えることでは全くないですが、仕事を辞める覚悟って半端じゃないと思うんです。また海外に行くことに対する周りからの目や帰国後の不安など、いろんなプレッシャーに押しつぶされそうになりながらも、自分の信念を貫き海外に来られた方がたくさんいらっしゃって、そして言語も違う国でゼロから仕事を探し、いろいろな困難にぶつかりながらも自分の夢や目標に向かっていく、そんな方々をこの目で見てきたからこそ、その言葉を聞いてすごく悲しくなったんです。いろんな考え方があるし、先ほどの方々が悪いわけでは全くなく、実際にそう言われてしまう方も中にはいるかもしれません。しかし全ての人がそうではなく、僕が出会ったようなすんげー人たちもたくさんいるんだぞってことを皆さんに知ってほしくて、今回動画にさせていただきました。かくいう僕はただのポンコツ学生なので、何か物を言える立場ではないんですが、留学のリアルの一つとして皆さんの参考になれば嬉しいです。最後に一つだけ言わせてください。ほんまにすんげー